はい、本日のビットコイン暗号通貨ニュースですけども、いきなりですね、ビットコインは8月1日までに、ですよ、7月の中頃からもしれませんし、6月かもしれませんけども、11万ドルを超える価格になるというふうにね、パンテラが予想しました。パンテラって何だろう、あれですか、ヘビーメタルバンドでパンテラってのありましたよね。カーボーイズ・フロム・ヘルみたいなね。あれとは違うんですかね。まあ、11万ドルに行くってことなんで、これ要するに、1000万円超えるってことですか。すごいですね。1000万円超える予想ってのは随分前からありますけども、8月までに行っちゃうんじゃないかなってことですよね。すごいですね。これ、ビットコインがジャンプしてる映像ありますけども。で、内容はね、細かく読んでいただければわかると思います。専門用語とか横文字が多くて、私が読んでるとね、また舌が結びちゃいますんで、余計わかりにくくなると思います。ただ、こういうふうに図が出てるじゃないですか。この、なんですかね、分析によると、確かに8月にはこの金額に行くんじゃないかなっていうふうに線が引けるんですけどね。ただ反面ですね、ビットコインをはじめと暗号通貨はゼロになるっていうふうな予測もあったり、もういろんな国から積み出されているっていうところもあるんですよ。ただどうなんですかね、世界的に見て、あらゆる国がビットコインを使用不能にするってことは可能なんですかね、200カ国以上ありますから。どっかで結局使われるのかなと思っちゃいますけどね。ただ、ドルとビットコインの交換をできないようにするとか、円とビットコインの交換をできないようにするとかっていう、そういうふうな、なんかね、政治的圧力は、可能って言えば可能ですよね。まあけどね、私が考えるところ、政治家さんもビットコイン結構持ってらっしゃる人いるみたいなんで、まあこのまんま、まあね、1000万円に行くかどうかわかりませんけども、まあ今のところ100万円でも稼いだらいいんじゃないですかね。だから 0.3 ビットとかね。0.3 ビット買っておくと、なんか100万円が1000万円だったらすごいですね。900万円儲かって。というふうに利益ばっかりが先行しちゃうんですけども、これはね、いくら儲けたいからやるっていうよりも、ビットコインにはどんな魅力があるのかってことに、どんなに気づけるかってことなんですよね。そしてビットコインには、どれだけのリスクがあるかってことも、どのぐらい気づけるかってことだと思います。その、チャンスとリスクを、天秤にかけてみて、プラスだなと思えば、無理のない営業資金の範囲で、それこそね、5000円でも1万円でも10万円でも買っておくっていうのはいいんじゃないかなと思ってね。まあ、ビットコインが買いたいときはね、下の方に私の URL がありますんで、こちらの方から、モッピーというポイントサイトの DMM ビットコインというところの口座開設をして、そして、そこからビットコインを買うとキャッシュバックができるですよというふうにね、ちょっとお知らせだけ入れさせていただきます。それでは本日は以上です。